はい、おはようございます。3日目の朝ですね。今日はね、だいぶ風は強いように思えるんですけど、天候はね、まあ薄曇り、一応ちょこちょこと青空が見えるって感じですかね。今日はこれから、南伊豆のね、アイアイ岬、ヨッシーさんでね、見てた、そちらへ向かって、ちょっとペリーロードっていうのがあるから、ペリーロード行ってみようか。ちょっと本当はね、あれどこだろう、どこ、ペリーロード、この辺かな。開港記念碑、ペリーロードってでも一体何があるの、これ、これペリーロード、いまいちそんな風には見えないけどな。300メーターだったらもうこの辺だと思うんだけどね。ナマコ壁風、中水族館はこっちってなってるけど、ペリー上陸記念館って書いてあったな。これか、下田公園、下田湖、おお、怖いな。どっちっすか。風が強いからね、向かい風で向かってると、自転車やっぱ辛いんだろうね。で、一体、わかんねえぞ、これ。どこ、これ。海上保安庁。本部だった。おお。かっこいい場所に来たよ。岩だ、岩、岩。わお。おお。この辺。バイク止めちゃおう。ぶっちゃけね、想像してるより今日風は強いな。これ東風かな今日はね。しかしまあかっこいいね。おお、かっこいい。渡るか。あ、ダメだって、渡っちゃダメなんだってさ。いや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 、
この向こうもまあかっこいいよこれ。わお、やっほい。岩成分補給だね。ああ、こりゃいいや。うん。なんせね、こっちも岩だしね。ああ、こりゃいい。ああ、朝から、ペリーロードだったかを見に来たような気がするんだけど、まあ、もういいや。あ、海中水族館がこんなところにあるよ。海中水族館で、こんだけしかないよ。あ、これがそのまま降りていくのかな。いや、かといって海中水族館、見にはいかねえな。誰もいなさそうだけどね。もういいや。相生岬、相生岬、うん、向かいたいかなと思いますね。はい。おお。これは結婚式の人かな。おめでとうございます。私も結婚したいんですけど、嫁さん超募集中です。もういい年こいたおっさんですけどね。はい。おお、黒船ミュージアムだって。ちょっと行っていこうか。これって行けるのかな。ペリーロードを見に行くつもりで、ペリーロードじゃなく、なんかこの辺は何、コンビニ全部あれって茶色いんだけど、そういう理由があるのかな。それよりもあの前の軽トラさん煽りすぎだろ。